皆さんこんにちは、マキアインスタライブのお時間です。最初にこちらの放送をご覧いただくときには画面の明るさ、音量などをご自身の端末でご調整いただいてご覧いただければと思います。私はマキアエディターの横山です。いつもは夜の配信なのですが、今日は気分を変えてお昼に配信しています。よろしくお願いします。そして本日はエイジングデザイナー村木ひろいさんにお越しいただきました。村木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、まずは村木さんのプロフィールからご紹介させていただきます。村木さんはリフトアップ、小顔、美髪、ボディメイキングなど女性の悩みを解説する美のスペシャリストとしてご活躍されています。マキアでも何度も特集を組ませていただいていて、独自の村木式整形メソッドが大人気なんです。今日は村木さんに10秒で顔が引き上がると話題の頭皮ほぐしを教えていただきます。視聴者の皆さんもぜひ一緒にやってみてください。はい、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。はい、さて村木さん、最近はリモートワークが続き、疲れやストレスが溜まっているっていう方も多いですよね。そうです ね、 人と会わないので会話も減ったり、顔がたるんできたっていった悩みも耳にしますが、こういった不調の原因って何なんでしょうか。そうですね、まずはやはり外出する時間が減ることによって、やはりこう座っている時間が長くなったり、それによってスマートフォンですとか、やはりパソコンを見ている時間とかが長くなると思うんですね。でそうするとどうしましても、やはり姿勢の癖として前のめりだったりとか、こう肩こりが起きやすいような姿勢になりがちなのも頭のこりの原因の一つですし、あとはですね、やはり環境の変化によって、やはりちょっと皆さん気づかないうちに、やはりストレスを感じていらっしゃる方も多いと思います。でストレスがやはり夜寝る時の食いしばりだったりとか、ちょっとこう呼吸が浅くなってしまうことによって、やはりそれも頭のこりなどにつながってきてしまうんですね。確かに、なんか最近疲れが溜まってるなって感じていましたが、それが頭の凝りが原因とは驚きです。頭が凝っているかどうか自分でチェックする方法はあるんですか。そうですね、まずですね、頭なんですけど、理想はですね、頭皮の動きというのがこのおでこの皮膚と同じぐらいこうちょっとこう動いてほしいんですね。でもなかなかこれ頭皮やっぱり動いてない方が多いです。でもう一つですね、ちょっとぜひね、これをちょっとね、つまんでみていただきたいんですね、頭皮をね。はい、で理想はこれちょっと指でつまめるぐらいが理想です。でもまあほとんどの方がね、結構コリコリでもうパンパンになっていらっしゃる方が多いんです。あとはですね、ちょっとこう拳にしていただいて、これでですね、ちょっと髪の毛の生え際とかをね、ちょっとこうグーッと圧をかけながらグリグリしてみてください。これの時にちょっとこうなんか髪の毛の中とか、ちょっとこう生え際とか痛いなって感じるようであれば、ちょっとね、頭が凝っているっていうサインですね。ああ、もうなんか頭皮もつまめない、はいないですし、少しグリグリするだけでもめっちゃ痛いです。視聴者の方からもなんか頭が凝って感じますとか、食いしばりが悩みですとか、つまめないとかコメント来てますね。はいはい、ではここからまず三大たるみ、ほうれい線、上まぶた、フェイスラインを引き上げる頭皮ほぐしをレクチャーいただきます。はい、村木さん、頭皮をほぐす際の指や手の使い方のポイントを教えてください。はい、まずですね、指の使い方としましては、この第一関節の指の腹全体を使うようにしてください。でこれをですね、ちょっと指を尖らせたりとか、爪を立てたりはしないようにお気をつけください。であと拳を使ってもほぐしていただくんですけれども、その時にもですね、この第一関節と第二関節の間のこの平らなところを使ってください。はい、とんがったところじゃなくて平らなところを使ってください。そしてですね、できるだけメソッドを行うときは、お顔は正面を向いていただきます。顎を引いたりとか、顎が上がったりとかしないようにしてください。そしてあと自然な呼吸ですね。ついついメソッド頑張っちゃうと息を止めがちになっちゃうんですけれども、自然な呼吸を意識してください。はい、ありがとうございます。はい、ではまずは頬のたるみ、ほうれい線を解消するテクニックを教えてください。はい、まずですね、頬のたるみの原因はここの、髪の毛の中にあって耳の上にあります、ここのですね、側頭筋という筋肉が凝り固まってしまうと、ほっぺたを上にクッと持ち上げてあげれなくなっちゃうんですね。でそれによって頬のたるみだったりとか、ほうれい線がちょっと気になってきちゃいます。ですのでまずちょっとここの部分をほぐしていきます。はい、でまずですね、イメージとしてはこの辺に、耳の上にあるというふうにちょっと意識してください。で、これをですね、そこの部分、ちょっと髪の毛の中ですね、親指でこう引っ掛けます。はい、
で親指を引っ掛けたら今度人差し指中指、薬指を頭の後ろにこうちょっと持ってきていただいて、でこのままですね両方からクーッと圧をかけたらキュッとこうテコの働きみたいにこうクーッと圧をかけてキュッとクイッと親指を持ち上げましょう。で親指持ち上げると皮膚がこう引っ張られる感じがあると思うんですけれども、この引っ張ったままの状態でお顔はできるだけ正面を向いていただきながら顎を動かします。あぐ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 、この時にですねちょっとこの押さえている親指のところがちょっとウニウニと動く感じがあれば側頭筋触れてます。でもし見つからない方がいたらちょっとだけ指の位置をずらしていただいて、でそのまままた同じような親指でしっかり圧をかけ、そしてこっちの三指を後ろ側頭の後ろに持ってきて、そのまま圧をギュッとかけたままクイッと親指を持ち上げます。テコの働きです。でこの状態でお顔は正面を見ながら顎を動かしてください。でこの時にウニウニとこの親指のところが動けば側頭筋触れてます。で見つからない方はもう少しだけちょっと位置を数ミリずらしてみてください。はい、ではまたやってみましょう。クイッと持ち上げます。はい、この状態で顎を動かしましょう。あぐ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 、そしてちょっと少し位置をほんの数ミリずらしてください。でまた同じようにクッと持ち上げていただいて、でこのままあぐ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 、でもう少しこの側頭筋この辺までありますので、このあたりもしっかりとちょっと圧をかけていただいて、で親指でクッと持ち上げていただいて、はい、この状態で顎を動かします。あぐ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 、そしてですねこの凝り固まった筋肉、さらにこれちょっとリンパを流してほぐしますので、この耳のキワキワ、本当にキワキワですね、ここを人差し指中指で、こうさすってあげてください。上から下に、上から下にです。このまま、はい、10秒ぐらいこうちょっと上から下に、本当に軽くでもいいので上から下に流してあげてください。これだけでもねほっぺたがねすごいすっきりしてくるんですね。で頭の凝りが緊張が取れて血流も良くなってきます。ありがとうございます。なんかちょっとすっきりしたと、はい、動きましたっていう風に書いてくれてる方もいらっしゃいます、はいはい、では次は上まぶたのたるみを解消するテクニックを教えてください。はいはい、上まぶたがですね重くなってきてしまうのは、これはですね、頭の筋肉、ここまずおでこ前頭筋、そこから棒状腱膜、そしてこの後ろ側の後頭筋という風に本来はつながっています。で本来ちょっとこう眉毛を持ち上げたりするときにここが全部連動して動いてほしいんですけれども、頭が凝ってるとここの後ろ側の後頭筋とあとこの棒状腱膜が全然動かないので、もうここだけでこう眉毛を上げようとしちゃうんですね。で本来目を開ける筋肉っていうのはもうちょっと目の奥にあるんですけど、この筋肉すごいちっちゃくて疲れやすいので、割と代償して眉毛を持ち上げる時に使う前頭筋を目を開ける時に使ってらっしゃる方が多いんですけれども、ここが固まってここだけで開けちゃうとまずおでこにシワができやすくなります。そしてですねだんだんと疲れてくるともうそれでまぶたが重く下がってきちゃうんですね。ですのでまずはこの前頭筋のコリをほぐしてあげることが大切になります。でこの時にですねまずまた今度拳にしますよ。はい、拳にしていただいたらこの平らな面を使いましょう。でこれをですねちょっとおでこのこの真ん中あたり当てていただいて、そのままキュッと持ち上げます。はい、でこの状態でちょっと肘をついていただいてもいいですか。で頭の重み利用しちゃいます。でこのままの状態で頭の重みを利用しながらちっちゃく外側に円を5回描きます。 1,2,3,4,5 です。でこのままですねまたちょっとだけこれずらしますよ。クーッと、はい、体重かけちゃってください。でこのまま圧をかけたままで外回しにちっちゃくでいいです。5回円を描きます。 3,4,5。はい、そして今度ちょっと髪の毛の生え際の方まで行きます。はい、ぐーっと圧をかけていただきながら 1,2,3,4,5。
そうしましたら今度この生え際のところ、ここ結構ね凝り固まっちゃってるんですね。生え際のところにまた拳のこの平らな面当てます。でこのまままたぐーっとちょっと寄りかかりながら1、2、3、4、5です。で少しだけずらしていただいて、このままぐっとまた圧をかけながら、ちっちゃく外回りに、ちっちゃくでいいですよ、本当に数ミリ動かすような感じで円を外回しに書きます。でそしてまた生え際ちょっとだけずらしていただいて、ぐーっと圧をかけていただいて、寄りかかったままの状態で円を書きます。この時もできるだけ自然な呼吸を意識してください。でお口はちょっとポカンと開けておいた方がより緊張が取れておすすめです。はい、ありがとうございます。なんとなく目元がすっきりした気がします。では続いてフェイスラインのたるみを解消するにはどうすればいいでしょうか。はい、フェイスラインのたるみはですね、もう一つ頭のこりでお話をすると、実はねこの後ろ側の後頭筋っていうのがフェイスラインのもたつきの原因になります。この、ところにですね、後頭筋という筋肉と、あと、僧帽筋という筋肉がこのちょうど首と頭のつなぎ目ぐらいにくっついてるんですけど、ここが凝り固まっちゃうと肩も凝るのと、どうしてもなんていうかな、こういう感じの姿勢になってきてしまって、こう顎の動きをねすごいブロックしちゃうんですね。でそうすると顎の動きが悪くなることで、今度ここに老廃物がたまりやすくなります。顎は引きすぎていても上がったまんまでも、顎の動きが出ないとリンパが流れてくれないんですね。ですのでまずはちょっと頭の後ろ側のコリをほぐしてあげることによって、今度顎の動きをスムーズにしていきます。はい、ではまた今度拳です。はい、でこの時に後頭筋なので、後頭筋がですねこういう感じで、こういう感じでついてます。はい、でここに対してちょっとこう垂直に圧をかけるようなイメージなんですけれども、はい、グーにしていただいて、ここにグッとこう頭をグーッとちょっと押し付けるように圧をかけましょう。で圧をかけたままの状態で、今度は本当にまた 1,2 ミリでちっちゃく動かします。で頭をほぐすというか、頭蓋骨をほぐすようなイメージで行ってください。では行きます。このままグーッと圧をかけていただいて、できるだけお顔は正面向きますよ、下向かないようにしましょう。はい、この状態で 1,2,3,4,5、 はい、ちょっとずらします。1,2,3,4,5、ずらすの5ミリぐらいですね。はい、ずらします。1,2,3,4,5。はい、今度はさらにこの首と頭のつなぎ目のキリキリのところをちょっとこの辺ですね、行ってあげてください。はい、でまたこのままできるだけ下向かないようにしていただいて、自然な呼吸でいきましょう。はい、ぐーっと圧をかけます。ちっちゃく 1,2 ミリ動かします。1,2,3,4,5。はい、ちょっとずらします。1,2,3,4,5。ギリギリのところまで行きますよ、このキワキワですね。1,2,3,4,5。しっかり圧をかけていただいた状態で、ちょっとだけ 1,2 ミリ動かします。 2,3,4,5 です。はい、はい、すごい簡単に10秒程度でできるので、なんかちょっとした隙間時間で続けられそうだなって思いました。また顔の不調の他にも、白髪や薄毛の原因の一つも頭皮のコリなんですよね。そうですね、まず髪の毛にすごく大切なのは、血液でちゃんと栄養を送ってあげるっていうことがすごい大切になります。で凝ってると、そこの部分がどうしても血流が悪くなりやすいので、十分な栄養が行きづらくなっちゃうんですね。ですのでまず例えば髪の毛にいいサプリとか、育毛剤とかありますけど、まずは自分の頭皮の状態をいい状態にしてあげるということが大切になります。で特にここの頭頂部のここにですね、ここはですね筋肉ではなくて棒状腱膜という腱膜なんですね。ですのでちょっと筋肉ではない分、毛細血管の数が少ないので、やっぱすごい、ここね血流が悪くなりやすくなります。あとやはり紫外線ですとかによって、こうどうしてもこうダメージを受けやすい部分なので、できるだけここねちゃんと動きが出やすい、血流をいい状態を作っていっていただくのがすごく大切になります。ああ、そうだったんですね、なんか知らなかったです。ではこれをほぐすやり方を実際に教えていただきたいと思います。はいはい、でこの時はですね、棒状腱膜、ここをイメージしますよ。はい、そしてですね、今度は指のこの腹を使います。はい、指の腹で、
ここにちょっと圧をまずグッとかけます。はい、でクククッとちょっとこうつぼ押すぐらいな感じで圧をかけていただいたら、クーッと圧をかけたままで 1,2 ミリ動かします。耕すイメージですね、頭皮を 1,2,3,4,5、 そのまままた2ミリぐらいちょっと外にずらしていただいて 1,2,3,4,5、頭蓋骨をほぐすようなイメージっていうとあれですかね、イメージしやすいですかね1,2,3,4,5、ここすごいもうね筋膜がこびりついちゃってる方もすごい多いんですね。なのでちょっとこうね指の腹でまあ何ていうかな、もう本当にこう剥がしてあげるっていうのはちょっとあれなんですけど、本当に耕してこう動きを出してあげるというのが大切になります。2,3,4,5でまたちょっと後ろ側にずれていただいて、しっかりグーッと圧をかけながら、この時ね 1,2 ミリで動かすのがすごい大事なんです。これをね頑張って動かそうとしちゃって大きくやるとちょっと頭皮が動いてくれないんですね。ですので本当にこう 1,2 ミリでこうちっちゃくちっちゃくこうちょっと動かしてあげるのがすごい大切になります。はい、はい、ありがとうございます。この髪のための頭ほぐしは入浴時にシャンプーをしながら行っても OK ですか？もうぜひぜひ本当にシャンプーのついでにできますし、できるだけ毎日やっぱりこうほぐしていただく習慣を作っていただくのがすごくやっぱり髪の毛のためにもおすすめです。今夜からぜひ取り入れたいステップですね、はい、また肩こりや目の疲れ、イライラに悩んでる方も多いようなんですが、こちらおすすめの方法はありますか？そうですね、でまずやっぱり簡単にできるのはちょっとツボを押していくのがいいと思いますので、そちらをおすすめします。はい、はい、では肩こりのツボから教えてください。はい、肩こりはですね、まずはここの風池というツボなんですけれども、この頭の真ん中にポコって穴が開いているんですね。で、ボンノクボと、あとはですね、このちょっと耳の後ろ側に骨があります。ここと、その真ん中のポコって穴が開いているところのちょうど中間地点が、ここが風池と言いまして、はい、肩こりにいいと言われているツボなんですね。で、ここ、もう両方から押しながら、くーっとこう息を吐きながら、圧をしっかりと、5カウントぐらいでかけてあげるのもいいですし、あと力がなかなかちょっともう指が疲れちゃってできないっていう方はですね、ここにですね親指を当てていただいたら、今度はですね肘をテーブルにもついちゃいましょう。こういう感じです。はい、でそのままもう寄りかかっちゃってください。はい、このまま息吐きながらふーってこうちょっとこう頭の重みを利用していただくと、もう本当にこう力のない方でも簡単にツボの刺激をしていただくことができます。これはすごい楽ですね。はい、おすすめです。はい、ちょっと仕事の合間とかにもできそうだなって思いました。はい、はい、そして目の疲れのツボも教えていただけますか？はい、目の疲れは眼炎っていうツボがあるんですけど、ここのですねちょっと生え際のこめかみのちょっとだけ上ぐらいにあります。でこれも探し方なんですけど、ちょっとこう凝ってるなってとこ触っていただいて、そのままね顎をまたあぐあぐ動かしてみてください。あむ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 、この時にちょっと触ってうにうにこうその動く場所が、ポイントです。でそこの部分をちょっとこう押さえていただきます。これも本当にこうもうまあなんかこういう感じで指で押していただいてもいいですし、ここもですねもし力がない方であればこのまま押しちゃって、はい、もう肘をついちゃってください。でそのまま自然な呼吸をしながらじわーっとこう圧をかけてあげると、そこのツボの部分に刺激をしていくことができます。これはすごいすごい、でもね目が楽になるしおすすめです。はい、はい、あとはこうイライラしちゃうという時に効くツボもあるんですか？はい、すごい今ねイライラしちゃうっていう方結構多いです、はいはい、ぜひぜひちょっとやってみてください、はい、で次は天柱というツボなんですけれども、これはですねやはりこの真ん中から指2本分外にあります。でこれも親指でこう刺激をしていただいてもいいですし、あと先ほどと同じようにもうその部分に圧をかけて、はい、中央から指2本外側ですね、はい、そのままもう本当に寄りかかっていただくのもおすすめです。こうすると本当に結構ねしっかりとこう圧をかけることができるので、本
ょっと力がない女性の方でもね、ちょっと習慣にしていただきやすいと思います。はい、なんか手も疲れなくてすごいいいなと思いました。はい、なんかなんとなくこうちょっと全体的にすっきりしてきたかなっていう感じがするんですけど、はい、押すだけなのでいつでもどこでもできますし、例えばこうよりリラックスしたいならお気に入りのアロマの香りを嗅ぎながらとかでもいいですか？もう本当おすすめです。あと、まあ、すごい時間がない時でちょっと簡単に頭をすっきりさせたい時にはもう一つ私がよくやる方法なんですけど、ちょっとじゃあぜひ皆さんご一緒に。まずですね、耳をですねこうちょっとね両方引っ張りますよ。これ引っ張ります。で引っ張りながらねちょっとだけねこういうちょっとなんかこねるような感じで耳をまずちょっとほぐしていきましょう。はい、で耳のところにはちょっと耳からちょっと頭につながっている筋肉というのがいくつもあるんですね。なので結構頭が緊張していると耳も凝っていることが多いです。このままちょっと引っ張りながら揉みほぐしていただくのが、はい、まずやっていただく第一ステップですね。でほぐれたなと思いましたら今度は両方ちょっと耳を引っ張ります。引っ張ったままの状態で今度は深い呼吸をしていきます。この時に目と鼻の骨の奥の方に息を入れるイメージでお鼻で息を吸います。はい、じゃあぜひ皆さんご一緒にお願いします。はい、引っ張りながらですよ。引っ張ったままの状態で目と鼻の骨の奥の方に息を入れます。鼻から吸います。はい、そして口から吐いていきましょう。ゆっくりと息を吐いていきます。引っ張ったままが大切です。ではもう一度あと2回繰り返します。耳を引っ張ったままで目と鼻の骨の奥の方に息を入れますよ。鼻から吸います。でゆっくり吐いていきましょう。はい、そしてもう一度ですね。はい、目と鼻の骨の奥の方に息を入れます。はい、そしてお口で吐いていきます。はい、じゃあ手をゆっくりと離してください。こうするとですねすごい頭の奥の方に酸素がいくので一気にね疲れも取れず眼精疲労にもおすすめですし、あとこれが実はですねここの筋膜が実は食道から横隔膜につながっていると言われていまして、でこれをやることでねすごいね深い呼吸がしやすくなるんですよ。現代人の方ねやっぱりねまず呼吸が浅くなっちゃって全体の緊張が強くて頭が凝り固まっちゃう方すごく多いので、ちょっとした合間にねこれちょっとやっていただくと酸素が入りやすくなって、これだけで頭の血流がね良くなってちょっと頭もすっきりして元気になりますのでおすすめです。すごいもうすっきりして、なんかちょうどこういうお昼のタイミングとかでね、はい、やるとなんか午後からもまた頑張れそうな感じがしました。はい、ではここで視聴者の皆さんのコメントもいくつか紹介していきたいと思います。はい、あすごいなんかすごい役に立ちそう、明日からもやりますとか、すっきりしましたっていう風に、酸素が奥に入るような感じがしましたみたいなコメントをすごいいただいてます。ありがとうございます。はい、ですよね、顔が上がるっていうのは、はい、さっき教えていただいた、はい、こういうほっぺのやつとか、そうですね、ここの側頭筋を凝りをほぐしてあげるっていうのがすごい大事です。あともうちょっとまた簡単にできるやつだと、はい、ここの親指のところをちょっとこのね食いしばりの筋肉ちょっと当てて、でここの残った3本指をちょっと耳をこうちょっと押さえるように圧迫するんですね。で耳とここをどうちょっと同時にほぐすことをします。でこのままですねクッと圧をかけてそのままねキュッとちょっと持ち上げます。耳も一緒に押さえちゃってくださいね。はい、でこのまま押さえてそのままですねちょっとだけ上に回します。10回回しますよ。クッと圧をかけたまま耳もちょっと圧迫したままの状態で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。どうですか今こっちすっきりしたの分かります？分かるかな？結構ね簡単に分かる？してるかも。いやでも本当にこうね食いしばりの筋肉ってすごい頭のコリに関係するんでしょ。でそれですごいお顔を下げてしまうので、もう本当に簡単なんですけど、これマスクの上からも全然できますし、そんなにメイクをしてても化粧崩れませんので、はい、もう本当に簡単です。このまま圧迫、食いしばりの筋肉ですね、ここの圧迫してそのままお耳も一緒にこうちょっと押さえつけて圧をかけたままキュッと上にちょっとだけ持ち上げます。で持ち上げたままの
状態からちょっとだけ上に、10回ほど工場に回してあげると、はい、あのすごい顔すっきり、だんだんもう本当こっちばっかりやってくる、こっちだけすっきり、すごい、でも上がってきましたよ。すごい、これは夕方とかにちょっとやりたいですよね。これなんか痛いくらいだと強すぎますかって、そうですね、今のはねそんなに痛くないメソッドなので、あのちょっとそれは強すぎるかもしれないですね。じゃあちょっと力を弱めてもいいかもですね。はい、はいはい、あと1日にこういう今教えていただいたようなものって何回やっても大丈夫ですか？でも本当に頭がちょっと凝っちゃったり、あのする要素っていっぱいあるので、あの、はい、ちょっと気がついた時にまめにやっていただくのはおすすめです。ただ、はい、いっぺんに1回の時間で1時間とかやるのはちょっとあんまりあのやりすぎになってしまうんですけど、例えば朝とお昼と夜とかちょっと合間にやっていただいたりするのはもうぜひやってください。はい、じゃあ隙間を見つけてちょっとずつやるのがいいということですね、はい、あと頭痛持ちなのですが頭のこりと関係してますかっていうコメントもあるんですけど、そうですね、まあ、頭痛もいくつかの、まあ、種類があると思うんですけれども、やはりちょっとこう肩こりとかすごいなんか緊張が原因で凝っちゃう方の場合にはぜひ頭ほぐしをすごくおすすめです、うんうん、はい、であとは寝ながらほぐせる方法はありますかっていう、寝ながらほぐす方法ですか、まあ、さっきのちょっとほぐすのは別に寝ながらやっていただいても全然いいので、あの本当にいつでもどこでもできますので、あの寝ながらでもぜひやってみてください。はい、あとなんか頭皮をマッサージしすぎたり頭皮を引っ張りすぎて逆に顔と同様にたるんできたりはしないですかというのが気になる質問なんですけど、あのさっきちょっとお話をしたすごい、例えば爪を立てちゃったりとか、うんうん、こう私のメソッドは基本筋肉のちょっと深い部分をほぐしていくっていうのが目的なんですね、はい、なので皮膚をちょっと表面をほぐすというよりはしっかりと圧をかけていただいて本当に 1,2 ミリをちょっとこう動かしていただくようにしていただければ、うんうん、あのそれは全然問題ないです。あのただ頑張りすぎちゃって多分闇雲にちょっと一生懸命やろうとして皮膚をいっぱいいっぱいこすってしまったりすると、それはやはりたるみの原因になりますのでちょっと気をつけてください。あ、じゃあちょっと頑張ってほぐそうとしすぎてこういっぱい動かそうとするんじゃなくて、はい、ちゃんと圧をかけて 1,2 ミリ少しずつ動かすっていうのでいいってことですね。はい、はい、あとはやっぱ食いしばり癖があって寝てる時もギシギシしちゃうからこういうマッサージをやりたいっていう風なコメントとかもいただいてます。そうですね、あの、まあ、その日の疲れはできるだけやはりその日のうちに取っていただくのがおすすめで、凝り固まったままでやはりお休みになられるとまたそこからねどうしてもこう凝りの強いところってこう力が入りやすかったりする、自然と気づかないうちに入りやすくなっちゃってる場所なので、あのできれば、まあ、お休み前とかにやっていただくと少しその食いしばりが軽減されたりします。あとはあのちょっと首の間にこうちょっと隙間があってたりすると食いしばりの原因になっちゃうので、ちょっとねタオルを丸めてその首の隙間をねちょっと埋めてあげたりすると、あのちょっと肩の力も抜けやすくなって、あのすごい食いしばりが少し軽減できますので、ちょっとよかったら試してみてください。はい、ありがとうございます。あと頭痛持ちにいいマッサージはありますかっていうのもあるんですけど、そうですね、あのまずでもあの頭痛をある方って、まあ、頭だけじゃなくて結構本当首とかも凝ってらっしゃる方が多いんですね。ですのでちょっとまあ首とかも一緒にちょっとほぐしてあげれるとあのいいと思います。はい、はい、ありがとうございます。先ほどの方タオル首に入れてみますって書いてくださって、はい、あのちょっと丸めてこの隙間にちょっと埋めてあげると、あと、仰向けで寝るときは、ベッドから見たときにここが平行になるようにおすすめなんですね、はい、なので、まあ、何でもいいです、スマホのあれカメラでもいいですか、こうちょっと見ながらここがこうなんかこうなってたり、はい、こうなってたりするんではなくて、ここがあの平行になっていくのがちょうどね首の力が抜きやすいところになります。もしわからない方はちょっとやる前に深呼吸してもらって、で入れてみると呼吸がしやすい位置っていうのがあるんですね。ちょっと自然に息が入りやすくなる、で、あのそこの場所をちょっと探していただくといいと思います。はい、書籍の中でもご紹介はさせていただいてるんですけど、はいはい、あの本当に、ね、あのはい、あの簡単にちょっとできますので、はい、ぜひあのちょっとタオルの、ね、はい、あのやり方もこちらに、ね、はい、載ってます。あとあこれは私もちょっとあの自分もそうだなって思うんですけど、はい、なんか肩に力が入っちゃうんですけど、なんかこれもなんか食いしばりと関係ありますかっていう、あ、食いしばりと関係あるというか、うん、あのやっぱ肩こりが原因で食いしばっちゃうこともありますし、ね、はい、
なので本当にあの、ね、移動中とか本当にこうお仕事の合間でもちょっとなんか肩こって力入っちゃうわっていう時はね、これちょっとやっていただくとね、肩も開きやすくなりますし、あの力も抜きやすくなってちょっと呼吸も入りやすくなりますので、はい、あのちょっとぜひやってみてください。はい、これもすごい簡単ですし、デスクでも全然できそうですよね。はい、あとすいません、なんかちょっとあの配信のカメラが熱くなっちゃって一回あのライブが止まってしまったんですけど、すいませんでした。ちょっとまたあの新しく始めたのでよろしくお願いします。で今紹介してたのは、はい、この小指を、はい、にちょっと力をちょっとだけ負荷をかけます。はい、であのこうちょっと負荷をかけながら、本当軽くで結構です。こういう感じでね、うん、ちょっと引っ張ってあげるだけ、はい、でそしてこのまま深呼吸をしてください。でこれなぜいいかというと、あのほとんどの日常動作って親指と人差し指使ってることが多くて、肘下がこっち側にねじれてることが多いんですね。でそうすると肘のねじれが実は腕のねじれで、肩も内側にこう入っちゃう原因になります。これがやはり猫背だったりとか、うん、あの背骨の凝りにも関係してくるんですね。ですのでこの内側に入っちゃってるやつを逆方向にちょっと力を発揮していく、はい、やり方です。でこのままちょっと負荷をかけながら、で肩の力抜いてちょっとこうあの肩の力をこうストーンって抜きながら、ゆっくり深呼吸しながら、ふーってこう圧あの息を吐きながら、ちょっとしっかりと圧をかけていってあげてください。そうするとね、だんだんね肩がね開いてきますので、まあ、あのゆっくりとした自然の呼吸で5回ぐらいこう呼吸繰り返していただくと、ちょっと肩の力を抜きやすくなるので、はい、おすすめです。はい、はい、これも簡単なのでちょっとちょくちょくやってみたいなと思いました。村木さん、今日はもうなんか予定よりもいっぱいいろんなことを教えていただいて、はい、本当にありがとうございました。すごくこれからやって頭をほぐしたいなって自分でも思いました。最後に視聴者の方に一言いただけますでしょうか。はい、ぜひですね、その頭ほぐし本当にまあ簡単にできるので、日常生活の中で取り入れていただけたら嬉しいですね。頭ほぐすとね、いっぱいいいことがあるんですね。お顔のリフトアップにもつながりますし、こうまぶたも開けやすくなって目もパッチリしますし、小顔効果もあります。で、そして頭もすっきりしたりとか、集中力とかも冴えてくるようになります。で、あとですね、頭凝ってるとやっぱりどうしても眉間にシワが寄りやすくなったり、ちょっとネガティブな思考になりがちなので、ぜひぜひ、ね、自分のね、まずね、できることで頭ほぐしってすごくおすすめなので、やっていただけたらと思います。あとちょっとこれがですね、私が新しく作りました美顔器のアメージングローラーといいまして、私の整筋メソッドはとにかく簡単に自分の手でですね、リフトアップだったり小顔だったりとかすることをやっていただきたいという思いで、いくつか職責いっぱい出させていただいてるんですけれども、なかなかご質問の中で力加減合ってるのとかね、自分で正しくできてるかわからないって、はい、結構お声をいただいてたんですね。なのでより簡単にもう少し私のメソッドを皆様にちょっと再現していただきたいなと思って、もうすごいこれ開発に結構時間をかけたんですけど、やっと出来上がりました。で本当にこうほっぺただけではなくって、これ実はおでことか目周りとか、あとですね、首こりにもいいですし、あとおすすめが二の腕とふくらはぎ、あとねこの大胸筋とかもできるんですね。はい、で本当に簡単にただコロコロするだけなので、もしぜひご興味ある方はAmazon とあと私のホームページでも販売をしておりますので、ご覧いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは本日の配信は以上となります。次回は3月22日月曜日のマキヤ5月号発売日当日に配信します。見どころをたっぷりご紹介しますのでお楽しみに。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。